えー、持続化給付金って何であんなに詐欺が多いんですか周りでもやってる人いるみたいなのですがばれないんですかね興味があるので少し詳しく教えてもらえると嬉しいです。えっと僕普通に僕はあの日本に住んでるわけではないのであの持続化給付金詐欺について詳しいわけではないんですけど基本的には書類を出すだけで通っちゃうのであの要は悪いことをするときに人を騙すのって結構その両親の呵責があるんですよ。 人をだすの良くないよねっていうのがあるのでそのまあ銀行で例えばじゃあ,あの融資をしてもらうときにその嘘をつくっていうのだとその目の前の銀行の公員に対して嘘をつかなきゃいけないのでその両親の覇者を感じる人がいるので対人では嘘をつくのがなかなかできない人って多いんですけど単に書類に適当に数字書いて送るだけだとそこまで両親の覇者を感じないので要はたまたま書き,が書き間違えてしまいましたみたいな言い訳も可能じゃないですか。 っていうのもあるので、なので、あの書類だけで申請できるっていうのは、そういう詐欺が起こりやすい構造なのかなと思いますけども。はい、お、<laughs> えっと、知り合いが持続化給付金詐欺で捕まりました。これ別の人、同じ人 えっと私のところにも誘いが来ましたが、後々面倒くさそうだったのと、お金に困ってるわけではなかったのことありました。今思えば本当に良かったと思っています。なぜあんなに持続給付金詐欺が多いのでしょうか少し考えればバレて痛い目を見るのはわかると思いますが、捕まれないような人もいるのでしょうかこの問題に興味を持ったので少し詳しく教えてください。え、これは別の人この JY さん2 4百四。あ、これ、ダイスキボブさんと同じ人同じ人でいいのかあ、違うかこれじゃないか。あれ別の人 なんかちょっと見つからなくなっちゃったんですけど、えっとまあさっき言った通りなんですけど、そのただ、あの、持続化給付金詐欺で捕まってない人も結構多かったんですよね。最初はあんま捕まえるって話がなかったので、で、そのなんか大学生で捕まったとかになって、だんだんあのみんなこう、やらなくなったと思うんですけど、で、また全体の中ではかなりの割合バレてない人多いんじゃないかなと思いますけど、はい。えー、もしひろゆきさんが4600万円ご振り込みされたら、このチャンスをどのように活用しますか えっと、あの石原良純さんの時の話でも言ったんですけど、僕だったら仮想通貨に買えますね。あの結局、そのなんか海外カジノで使ったって言ってるものの,あの、海外カジノの口座に入れていただけで、そのなんか決済代行会社が返金しちゃったらしいんですよね。なので、あの使ってないし、返金できちゃうっていう状態なので、単に逮捕されてお金がなくなったっていう、あの微妙な状態になっちゃったじゃないですか。なののでもうあの 俺は返金しないぜって覚悟を決めるんだったら、あの仮想通貨に変えて、パスワードを暗記して、もしくはあの分からないところに書いておいて、あの、もう仮想通貨に変えました。これは死んでも言いませんって言って、刑務所行って刑務所から出て行った後に、まあ4000万円分のビットコインがいくらか分かるんないですけど、あのお金に変えるっていう方がまだマシだと思います。だからその、な,なんでその仮想通貨にしないでカジノにしたかよく分かんないですよね。 で、まあ、ただ僕、仮想通貨にしないで、ワンチャンかけるんじゃないかなぁ。多分、その、あの、株価なんか買っちゃって、んで、ちょっとでも増えたらラッキーっていうので、4600万円返金して、まあ、増えなかったら諦めるっていう。そんな感じで、あの、増える方向で一回試すっていうのはやるんじゃないかなと思いますけど。 え、以前妻からのモラハラで相談したものです。離婚成立後、弁護士からの内容証明郵便で、向こうの私物撤去をお願いしたら、僕が買った家庭や僕の結婚祝い,い品が結構会社のコーポレートカードを持って帰れました。ここまで狂っていたとはと思いつつ、スピード離婚できて喜びを実感しています。タイトルの通り、自分の定義で相手を分かるのは愚かではあり、これの局致がモラハラかなと思いますが、自分も自分の行為で他人を定義で他人を分かってしまうことがないよう、どう静止していくべきでしょうか。マインドセットなど教えていきたいです。 だから僕がたまにやるのは、あの、プーチン大統領だとしたら、最強の最高の成果を上げるというのはどういう行動だろうっていうところから考えるんですよ。 あの、僕自身としてはこれは良くないよねとか、ウクライナの人かわいそうだよねとかっていうのはまず置いときますと。で、仮にじゃあウクライナ人全員全滅させて、で、シベリアあたりに住んでる人たちをそこにじゃあ植民させると、でもそれが外国が見てなかったら、 まあ、ウクライナに住んでる人たちが投票しました。で、結果として、じゃあ政府が選ばれましたってなったら、あ、何の問題もないじゃんと。そうすると、ヨーロッパが見てない間に、いかに大量に虐殺して、で、そのロシア人をその植民させるかっていうところが、まあ、あの手段とやり方で、それができるんだったらありだよね、みたいな感じで、割とその、 この人であったら自分の利益を最大化する場合はこういう手段があるよね。例えばその、じゃあ、コーポレートカード持っていくとかひどいよねっていうふうに考えるのが普通なんですけど、でも、これコーポレートカード持ってってもこの人文句言わないんじゃねバレないんじゃねじゃあ持ってったがいいわみたいなのって、その人自身の利益を最大化するっていう意味でいくと、割と想像の範囲内だと思うんですよね。なので、あの、自分自身がどうとかではなくて、その、 じゃあ仮にこの人だったら自分の利益を最大化させるためにはこうした方がいいよねっていう、そういう考える訓練をするといいんじゃないかなと思うんですけど、あの僕、その小学校ぐらいから、あの完全犯罪について考えるの好きなんですよね。その、こうやったらバレないで犯罪できるんじゃないかなとかっていうのを割と考えたりして、で、あの事件とかでもな、ね、殺人事件とかでも見て、 で、あの、こうやったら完全犯罪できるの、なんでこの人やんなかったんだろうなって考えて、あ、バカだから犯罪をするんだ。で、頭が良かったら確かにその、逮捕されてないから、本当に頭がいい人っていうのは完全犯罪をちゃんとやっていて逮捕されてないから、基本的にはニュースに出るやつはバカばっかりなんだよねっていうふうに思ってたりするんですよ。た,だたまにあの、完全犯罪っぽいやつをして、失敗した人を見ると、あ、こういうやり方もあるんだ、すげえなーっていうふうに思ったりするっていう。だから前回の放送でも言ったんですけど、あの、 殺人で逮捕されるためには死体が見つからなければならないっていうことなんですよね。日本の場合は。なので、死体が完全になくなってしまうと、あの、逮捕、は、逮捕はできるんですけど、裁判で有罪にすることができないんですよ。なので、あの、お台場で、その、遺体を粉々にして、下水でずっと流し続けるっていうのをやって、で、 あの、その女の人があなたの家に入ったのは監視カメラではあるんだけど、でもその女の人が出てないし、いくらその家を調べても死体がなかったから、じゃあ、有罪にすることはできないよね、というふうになってたんですけど、あの、下水を全部調べて、その女の人の髪の毛が見つかって、あ、この人は死体を処理して全部下水で流したんだっていうので、逮捕されたっていう人がいるんですけど、で、 ここでわかる教訓は髪の毛は流してはいけないっていことなんですよ。髪の毛なんてさ、簡単に燃やせるじゃん。 要は、あの、雑に肉、肉を処理して、で、それを流すっていうのでやった結果、バレちゃったんですけど、髪の毛を燃やすというのさえちゃんとやってれば、バレなかった可能性が高いんですよ。で、あの、DNA って、その熱を加えると簡単に壊れるんですよね。なので、下水の中で、あ、この女性の DNA だったら分かるっていうのは、熱を加えなかったかの問題で、なので、その、ひき肉にして流すっていうところまでは、あの、考えが終わったんですけど、そこの肉の DNA が全て壊れるぐらい、ちゃんと熱を通す髪の毛も爪も、 含めてで、骨も粉々にして電子レンジで焼いて、で、っていうのもまあきちんとやっていればバレなかったかもしれないんですよ。なので、その捕まった事件っていうのを見て、あ、じゃあこうしたらうまくいくんじゃないかなっていう案を僕はこう、夜よな夜よな考えたりするんですけど、なので、あの、なんか完全犯罪成功させた例でいくと、えっ、ー、と、神奈川県の保土ヶ谷かなんかで、あの、 自殺志願してる女の子を9人ぐらい家に連れ込んで、で、死体をずっとクーラーボックスに入れてた事件っていうのが確か何年か前にあったと思うんですけど、要はその、あの、 人がいなくなると、あ、人がいなくなったよねってみんな騒ぎ出すんですけど、自殺志願の人の場合って、人は騒がないんですよね。要はまあ、もともと自殺志願してたからどっかで自殺しちゃったんじゃないのとかっていうので、捜査をしない、ざましかなっていうのがあるので、なので人を殺したいっていうのであれば、まず、その、 この人がいなくなっても騒がないよねという人を見つける。要はその、あの、誰でも殺したいっていうタイプと、この人を殺したいっていうのがあるんですけど、そ誰でも殺したいというタイプであれば、まず捜査が始まらなければ逮捕がされようもないんですよ。要はこの人がいなくなりました。誰が連れてったんだろう誰が殺したんだろうなんですけど、この人がいなくなりましたっていうのさえ騒がなければ、実は犯罪として捜査されないっていうので、あの、9人目で捕まったんですけど、8人までは成功したんですよね。 っていうのもあったりするので、あ、そういうやり方があるんだっていうの分かったりするので、あの、なんか事件のニュースっていうのはそういう視点で見ると、あの、いい小説を書く材料になるんじゃないでしょうか。はい。え、友人らが持続化給付金を不正っぽいことをしています。コロナで確定申告の金が伸びているようで、去年の事業収入があったと確定申告が言いまして、その機会を提出して給付金を申請するというころです。売上げがあるのは確定申告書をでも分かりますが、その確定申告書自体が偽造されたものですが、去年売上げがなかったと証明することって難しいと思いますが、友人らは逮捕されますか ええと、まあ、その、その、逮捕されてる人もいるので、割とその、そこの税務署が暇かどうかで決まると思うんですよね。で、結構今、その税務署の暇,暇な人がいるのと、その持続化給付金詐欺っていうのはちゃんと調べようっていう流れになってるので、あの、自分の人生をかけて、たった100万円もらって、ずっとビクビクするよりは、今のうち自首した方が、ましだと思いますよ。 今その、捕まって前科を置くのって、その100万円じゃ済まないんで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた何すか写像って。そつくのやめてもらっていいですか明らかに,ってらかにってあなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるんですかあ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題あ、ごめんなさい。<laughs>